どうもみなさんこんにちは。秋アニメで楽しみなのは薬屋の独り言。ゆっくりのマリサだ。いや、初っ端から人に笑顔で銃向けるのやめてほしいんですけど。お前が少しは投稿ペース上げてればこんなことしなくてよかったんだがな。すいません、これからは頑張ります。というわけでこいつが投稿ペース上げることなくまた3ヶ月が経ったので、視聴者のみんなにリクエストしてもらった作品をまとめてレビューしてもらうぜ。もう完全に恒例になりましたね。では早速1本目。グランツーリスモお願いします。まずは人気ゲームの映画化グランツーリスモだな。ゲームの映画化といってもちょっと変わったタイプというか、ゲームのプレイヤーがリアルのレースに参加して成功したという実話ものですね。最初にこのゲーマーがリアルのレースをやるって話を聞いたときは、これアライブフンやんって突っ込み入れてたんですけど、実際内容を聞いたときは納得でしたし、映画としてもすごく面白かったです。これ本当に実話なの？と思うぐらい映画みたいな王道スポコンストーリーで、この王道さが本当に好きです。レースシーンも迫力があっていいですし、ゲームならでは演出を使ったわかりやすさも良かったです。4DX とかとも相性良さそうだな。あとデビッド・ハーバーが最高でしたね。主人公のヤン・マーデンボローの師匠的ポジションなのですが、最初はゲーマーがリアルのレースなんかできるかとめちゃくちゃ厳しかったんですけど、徐々に主人公のことを認めるようになっていって、師匠と弟子の二人三脚で夢に突っ走っていくところが最高です。個人的に指定ものって師匠も弟子と共に成長していく話が大好きなので、この映画もバッチリハマりました。デビッド・ハーバーは今年バイオレント・ナイトでも好評だったし、今年は当たり年かもな。僕ゲームの方は子供の頃に少しだけやった程度で全然思い入れとかないんですけど、この映画はめちゃくちゃ大好きです。王道系の作品が好きな人には特におすすめの一本です。続いて2本目はこちら、サンドランドお願いします。2本目は鳥山明先生原作のアニメ映画、サンドランド行ってみよう。なんか興行収入はだいぶ苦戦してるみたいですね。爆死するにはもったいないぐらい普通に面白いんですけどね。原作はドラゴンボールでおなじみ鳥山明先生が2000年に短期連載してた作品で、単行本1巻分の短く程よいスケールでまとまった作品だったんですけど、映画では基本原作に忠実に、でも映画用に程よくスケールアップしたちょうどいい感じの改編がされてました。主要キャラが悪魔の王子におじいちゃん2人というのが少年漫画では珍しいよな。特に実質主役のラオがいいキャラでしたね。敵の行動を読んで動く熟練の老兵って感じでかっこよかったです。中盤にある戦車戦も面白かったですし、会話シーンのテンポの緩さが若干気にはなりましたが、程より感じに小さくまとまったいいエンタメ作品だったと思います。はい、続いての映画はこちら。禁じられた遊びに行ったろ。中田秀夫監督の最新ホラー禁じられた遊びだな。去年はそれがいる森がだいぶヤバかった中田秀夫監督でしたが、今回はそんなに悪くはなかったです。まあ原作小説がそもそも面白いからというのもあるかもしれませんが、お話自体はそれなりに良かったですし、なかなかインパクトのあるキャラが結構いて楽しい作品です。予告だとホラーというよりエンタメって感じが強かったよな。実際ホラーとしては微妙ですけど、エンタメとしては面白いと思います。特にファーストサマーウイカが演じてる奥さんの狂気がヤバくて、重岡大毅の夫にちょっとでも近づく女は呪っていく凄まじいメンヘラっぷりで、ある意味理不尽すぎて怖いキャラでした。あと長谷川忍が演じる霊能力者のキャラとかも、最初はめっちゃうさんくさいんだけど実はガチの霊能力者だったりして、地味にかっこよくて結構好きでした。まあ早い段階で出番終わっちゃったのが少し残念ではありますが。ホラーというかクルとかに近い感じの映画だよな。ただ中田監督ってやっぱりホラー下手なのかと思うところも多くて、橋本環奈とかの怖がる演技とか、微妙に震えながら後じさりしていくみたいなのばっかりでダサいですし、さっさと動けよとかどうしてそこに行くんだよとか、登場人物のバカな行動とかで毎回イライラさせられるんですよね。終盤の復活した奥さんとの追いかけっことかグッダグダですし、こういうところはそれの頃から全然変わってないなと思いました。まあそれよりはだいぶマシでそれなりに楽しめましたが、おすすめするほどではないですかね。はいはい、では続けて4本目行ってみよう。ミュータントタートルズお願いします。大人気アメコミのアニメ版映画、ミュータントタートルズミュータントパニックだな。この作品実は試写会に招待していただいて一足早く見させていただいたのですが、めちゃくちゃ面白かったです。ミュータントタートルズってかなりマイナーな出版社のアメコミながら、アメコミの二大巨頭マーベルと DC にも負けない人気を誇る作品なんですよね。日本だとコミックまで読んでる人はそうそういないだろうけど、アニメが放送してたりマイケル・ベイ制作の実写版もあったから、知名度だけならそこそこありそうだよな。僕も実写版ぐらいしか見てないんですけど、本作はタートルズ誕生から描いたオリジンストーリーなので、タートルズ初見の人も全然おすすめの一本です。いろいろとスパイダーマンと共通点の多いタートルズだけど、今回はアニメーションも近い感じだったな。そうですね。どうしてもスパイダーマンの2番線時間は否めないのですが、
実写アニメ問わずスパイダーマン映画のいいところをうまく取り入れてる感じですね。タートルズの等身大の若者としての悩みがしっかり描かれてますし、前半はよくあるオリジンストーリーの流れなので多少かったるい感じはありますが、中盤から他のミュータントたちもたくさん出て賑やかになりますし、終盤は一気に盛り上がる胸アツ展開の連続。特にスパイダーマンと同じでニューヨークのヒーローであるということ。タートルズはニューヨークを守るヒーローでありニューヨークも彼らを助けてくれる。そういう街とヒーローの関係が描かれてたのはすごく好きなところです。スパイダーマンでも街の人がスパイダーマンを助けてくれるのは感動のシーンだもんな。アニメーションも素晴らしいしタートルズも可愛くて最高。非常にいいスタートとなった作品だと思います。日本でのヒットは難しいとは思いますが、続編はやる気みたいですので楽しみです。個人的にかなりおすすめの一本ですね。はい、では5本目はこちら。ホーンテッドマンション。ディズニーランドの人気アトラクションの映画化ホーンテッドマンション行ってみよう。まあディズニーらしい感じでしたね。ホラーではありますけどぶっちゃけ全く怖くないですし。かなりコメディに振ってる作品ですので、ホラー苦手な人でも見やすい作品ではありますね。ディズニーだから基本ファミリー層向けだしな。元がアトラクションということもあってかなりアトラクション感の強い作品ですし、主要キャラ6人の話もある程度は描けてて活躍もしてますので、普通に見る分には楽しい作品ですね。続けて6本目はこちら。メグザモンスターズ2お願いします。ジェイソン・ステイサム主演のサメ映画第2弾だな。こちらも試写会にお誘いいただいて一足早く見てました。まあやってることは前作と大差ないですが、前作がちょっと物足りなかったところをパワーアップさせた、正統派の続編って感じですね。特に終盤のパニックシーンが前作は微妙だったんですけど、今回はそれなりにサメが大暴れしてくれますし、サメ以外にもいろんなモンスターが出てくるので楽しい場面でした。ただそんなサメたちを食っちゃうレベルで活躍してたのがジェイソン・ステイサムですね。サメ映画である以上にステイサム映画だったよな。普通にメグと対マンして勝っちゃうレベルで強すぎですからね。ステイサムが輝きすぎてせっかくのサメが霞んでしまった感はあります。まあいい意味でバカなことやりまくってる映画なので僕は好きですし、ルージンが演じてる新キャラとかも結構良かったです。結構死にそうなキャラだったけど最後まで生き残ってましたし、正直前半は退屈で深海のシーンとか暗すぎて何やってるのかよくわからないところが多いですし、大味な映画ではありますが、夏休みに頭空っぽにして楽しむアトラクション映画としてはいい作品だったと思います。続いて7本目はこちら。リボルバーリリーお願いします。綾瀬はるか主演のアクション映画だな。小説が原作の作品ですね。大正時代を舞台に最強の女スパイが子供を守るために戦う話で、この手の強い大人が子供を守りながら旅をする系の話って大体面白いんですよね。ラストオブアスとかマンダロリアンとか最近も人気の作品が結構あるよな。なんだけどこれは微妙でしたね。素材は悪くないし多分原作は面白いと思うんですけど、お話は冗長で退屈だしアクションはしょぼいわで結構ひどかったです。大正時代の雰囲気とか綾瀬はるかはいいんですけど、とにかくアクションが微妙すぎますね。動きにキレがなくもっさりしてるし、銃撃戦とかも敵がやる気あるのかと思うぐらいクソエイム揃いで、棒立ち状態の敵にすら当てられないもんですから何にも面白くない。近年は日本でもハリウッドにも負けないガンアクション映画が次々に出てる中で、そのレベルはさすがにダメだよな。霧の中でのアクションとかも早手抜きかと思うぐらいひどかったですし、アクションさえちゃんとしてれば全然評価は違ったと思うんですけど、139分という尺もきつい下賞期待して多分残念な作品でした。それではラスト、コカインベアをお願いします。ということで最後はコカインを食ったクマが大暴れするモンスターパニック映画コカインベアだな。これもまさかの実話ベースなんですよね。やってることはよくある感じの B 級パニック映画ですが、かなりコミカルで笑えるところが多いですし、バラバラの登場人物たちをうまく動かしてる群像劇としてもよくできてると思います。何よりコカインで灰になってるクマちゃんが怖いのはもちろん、木に抱きついて変な動きをしてたり、人間にまとわりついてじゃれてたり上にのしかかったまま寝ちゃったり、なんか可愛いところもたくさんあって癒される映画でもありました。結構グロいところも多いので苦手な人にはおすすめできませんが、尺も短くちょうどいい気軽に見れる B 級映画だったと思います。というわけで今回はここまでです。今年も残すはあと3ヶ月。まだまだ注目作はあるし年末までもうちょっと頑張れよ。はい、頑張ります。それではここまでご視聴ありがとうございました。いければチャンネル登録、高評価もよろしく。それでは次回も、ゆっくりしていってね。